よし、というわけで、アルカディア続きやっていきましょう。というわけで、今回はこの本みたいのが、入ってたので、イレーネズノートからちょっと読んでから始めたいと思います。イレーネのノート1。もし旅の途中でやることがわからなくなったら、この本を開いてみて。やることリスト、砂漠の塔に向かい、砂漠の合成器を手に入れる。場所、北の砂漠。で、西の海。場所わからない。なるほどな。まあ、とりあえず一回じゃあ村に戻ろうかな。ベッドないかな、ベッド。ベッドあれか。おじさんとこで寝ればいいのか。じゃ、一回エルグランデまで戻ろっか。戻ってさ、今回はちょっとさ、あれやろうぜ、あれ。なんかサブクエストみたいな、お金もらえる感じのさ、クエストちょっとやってみない、一個だけ。ちょっとさ、一個だけやってみようぜ、ちょっと。まあ、とりあえず寝ます。おやすみ。寝れない、なんでだよ。寝させろよ、もう夜だろ、もう。もう夜でしょう。お、なんだ。お、なんか、おじさんがなんか話しかけてくれる。賊が現れたから近くを通りかかったティルマンという傭兵に助けを求めた。あんたが世界中にいることを話したら心配する必要ないと言って帰って行きよった。その時に伝言とこれを渡して、お、船のチケットを受け取った。船のチケット、どっか行けんのこれで。これでなんか、船、まあ、いいや。なんでも国軍はこれから魔族との戦争を終わらせるために大きな作戦を立てたとか。へぇ。君にその作戦に参加してほしいと言っておったぞ。なるほど。あ、なんだもう夜じゃなくて、あれだったのか。夜明けだったのか。この紙切れは国軍司令部に行くために必要なものだとか。なるほど。もし本当に国軍が魔王を倒しに行くのならば、国軍に身を寄せていれば魔王に会う機会があるかも。確かに伝言伝えたぞ。あざっす。というわけで今回は、てかさ、コンバットブレードさ、めっちゃ強いからさ、コンバットブレードをさ、なんか大量に導入したいんだけど、だから武器とかさ、装備とかをさ、なんか新しいの増えてないんかな。なんだっけ、なんとか社。会社の名前忘れちった。なんとか社っていう。なんだっけ、全然思い出せねえや。とりあえず、なんかクエスト受けられる場所行って、あそこでなんか武器とかを買いたいので、まあ、今回は物語を進めるんじゃなくて、なんか適当に一個だけクエストやってみようかな、みたいな、そういう気分で実況撮ろうかなと思います。では、戻りましょう。トウスタッと。というわけで、やってきたぜ。なんだっけこれ。デバイントラスト社だ。デバイントラスト社、もしかしたらなんか武器とか増えてるかもしんないから、ちょっと見てみようぜ。コンバットブレードと、アーマーヘルムは、まあ、そのままだね。コンバットブレードはちょっと一個だけ買おう。覇者にへだから。なんで俺こんなさ、怒る。あー、ぶね、あ、ぶね、あ、ぶね、あ、ぶね。またエメラルド投げるとこだった。多分結構前にカットしてあるけど、前に一回さ、エメラルドあそこに投げちゃってさ、投げちゃったからさ、エメラルド何個かなくなっちゃったんだよね。まあ、いっか、まあ、武器ないから、まあ、とりあえずこの状態で、なんかクエスト受けに行こうかな。ちょっと待って、ここにちょっとアイテムをしまってしまおう。いらないアイテムはもうないよね。こいつだっけ？あ、こいつもなんかアイテムくれるんだ。へぇ、同じじゃねえかよ。同じじゃねえかよ、お前。結局同じじゃねえかよ。どいつだっけ？こいつか。こいつだ、こいつ。きっとこいつだな。海上輸送取締りみたいな。山岳の、どうしよっかな。海上なん、取締りしたいな、ちょっと。取り締まろうぜ、ちょっと。取り締まってやろうぜ、ちょっと。よし、やるぜ。俺はやるぜ、今回は。はい。スタートするか。あら、なかなか始まらない。なかなか始まらない。お、来た。海上輸送取締りクエストを受託しました。すぐに任務が開始されます。よし。何やんだろ、これ。密輸品を押収したら俺のチケットと交換してくれ。密輸品、うわ、謎の白い粉末。謎の白い粉。密輸品か。誰か持ってんのかな、密輸品を。海上取締り、お前か。誰が持ってんのこれ。なんか面白そうなクエストだけどさ。誰か怪しい奴がいんのかな、どっかに。どっかに密輸人が。とりあえず一回外出た方がいいのかな、ここより。ここじゃなくて、この上のとこにあんのかな。一回戻ろう。戻って、あれ違う、任務開始。あ、始まった。行商団を一掃し、密輸品の白い粉末と達成チケット。なるほど。あ、この下か。
この下から行けってことか。コンバットブレードにして、よし、戦うぜ、俺は。多分、粉末10個だったから、多分10体かな。ゾンビの声聞こえる。うわ、すげえ、行商団、色が違う。いつもと色が違う。待って、これ死んだら終わるでしょ、確か。待って、タイム使うぞ、俺は。腕をクロスさせて、俺タイムするぞ、タイム。よく小学生がなんか鬼ごっこかなんかでタイムとかやってるやつ、やるぞ、俺は。タイム使うぞ、俺は。ちょ、逃げる。ちょ、逃げながら。うわぁ、増えた。一体増えやがった。コンバットブレード、うまいこと、あぁ、逃げろ。いや、一体あっち残ってるし、最悪だよ、残ってるよ。逃げろ。あいつは登ってこれんのかな？来てる？あ、来てない、オッケー。あ、登ればいいのか。最強の攻略法を見つけてしまった。弓欲しいな、弓。あ、弓は持ってねえんだ、そういえば俺。弓あればめっちゃ便利じゃないか。コンバットブレードでなんとかこれさ、うまいことさ、これでさ、こうやってやってさ、これでさ、こいつらをこういう戦い方で、来た。これは来たんじゃないか。最強の方法を見つけてしまった。完璧だわ、これは。これは完璧ですわ。よし。いやー、強いこれ。これ強いわ。まあ、一体だったらね、普通に戦えるだろう。よし。これさ、コンバットウェイで飛んでいかないかな。この外に。さすがに飛んでっちゃったらどうしよう。よし。白い粉末集めて、これを取って、あと何個だ ?6 個。あと4個ぐらい足りないな。どっかにまだいんのか。中か。なんかゾンビの声がバーバー聞こえんだよね。ブーブー。ブー。これ仲間だと思わせといて、こう攻撃されないように。あ、いたまあね。あ、4体、いた、1、どっから来んだよ、お前。びっくりしたな。まあ、1体ずつだったら、まあ余裕なんで、こう倒しちゃって。鉄の剣か、もう鉄の剣終わりそうだしな。使い切っちゃうか、せっかくだから。1体だしな、どうせ。よし、OK。OK。あと2体ぐらい。よし。あ、やばい。あ、3体ぐらいいる。やめて。はめられてる。やべ。危な。マジで。危な。死んとこだった。ちょ、待って、これ。待って、どっから逃げればいいんだ。やばい。コンバットブレード、助けて、コンバット。助けて、コンバット。謎のヒーロー戦隊みたいな。助けて、コンバット。よし。危なかった。あとあいつだけっぽいな。ちょ、体力を回復するのは、あと、いや。一体だったら、いける。あれ、これ、ハマってるぞ、なんか。あれ？やった。なんか、あいつ、ハマってんだけど、やったぜ。こいつもなんか、倒しちゃいそう。やばい、急に動くな。よし、OK。粉末を、いっぱい手に入れたから、もうこれで十分かな。こんだけあれば、多分もう大丈夫なはず。全部倒したよね、多分。よし、戻るか。あ、意外とね、こう、ちょろいものですな。よし、じゃあ戻ろう。どっから戻れんだっけ？この、どっちだ？こっちか。この上だな。この上から戻って、報酬がどれぐらいもらえるか気になるよね。ちょっと、あ、落ちた。これ、はしごの方の難しい。報酬どれぐらいもらえるんだろう。エメラルド20個払ってるからな。から武器とかもらえるのかな、もしかして。もしやだけど、なんか武器とかもらえるのか、これ登れなくね。これ。はい。登れなくね、これ。はい。よし、OK。で、これで、こいつだっけ？こいつに。はい。ね。チケットと、交換、達成チケット。やったぜ。よし。達成チケットどこに置くんだ？達成チケット。あ、ここか？あ、これだな。達成チケットを置くと。で、任務終了と。お！金塊2枚。え、だいぶもらえんな。すげえ。すごいね。エメラルド20個で金塊2個もらえるんだ。これはすごいかもね。よし。まあ、そんな感じでサブクエストはじゃあ本当にお金が困った時にやれってことだね。了解です。これ金塊と交換できるのかな？うん！え？え？
あ、そうか。そういうことか。横にいっぱいあるんだ。あ、バカだった。あ、じゃあ防御もいっぱいあんじゃん、ここで。あ、なるほど。おー、アーマープレートとかなんか。アーマープレート。あー、これ入れるたびになんか、あーって変わる、なんか。あ、すごい。うらんこれ。あ、これ以上トレードなしってことね。あ、なるほど。なるほど。というわけで、じゃあ次回は装備整えてからまたなんか、また普通に。今度はね、あそこに、これいけんのかな、この船のチケットで。行ってみる。いや、でも先になんか、5隻わかんないけど、これ集めたいな。まあ、というわけで、じゃあ今回はちょっと短いかもしれないですけど、これぐらいで終わりにしましょうかね。では、ご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。じゃあね、バーイ。なんか増えてるかな。あ、あんま変わんねえや。じゃあね、バーイ。